お、なんだヒカル。今度の日曜日。うん、喜んで。よかった。いいよ別に。うんうん。おい、あれ今ヒカリときめいてなかった？ヒカルに誘われてきたんだけど、ありゃ、もうヒカル来てるぞ。ちょっと早く着いちゃってさ、退屈してたんだ。あれこれときめいてんじゃない？これやばいんじゃない？そんなことないよ。じゃい。ときめいてるかな。ビリヤードとボーリング、どっちがいい？ボーリングにしようよ。よし、行こう。これ倒したらターキーよ。ターキーがなんだ。ターキーなんて、それほど珍しくはないけどさ。ちょっとね、悪い印象を与えてから。あのさ、ときめきをさせないっていうね、作戦な。どうしたんだ。実は今週の日曜日、塔に登りたい。いいよ。そうこの。いいね。こいつら勝手に来る気めっちゃいい。こう電話はさ、せんでいいけんさ、その代わり能力値を鍛えられるのがすげえいいわ。よっしゃー、じゃあデート行くか。やったぜ。もう能力値がちょっとやばいんだよな。おー、あれ？あら、ゆっくりね。あ、服装が春夏秋冬全部違うんかな。このタワーは展望台からの眺めが売りなんだよね。この街を見渡すのには、あ、春夏秋冬じゃなくてあれだ、3つだ。あ、あそこ風船が飛んでる。誰？風船に手紙がついてるよ。どこまで飛んでいくのかな。やがて落ちたんだね。あれ、風船に手紙がついてる。本当だわ。まあこんなもんだな。今日は楽しかったね。今度はね、同じセーフ。ちょっといい？お、今文化祭なんですけど、匠とね、純がね、演劇をやろうかみたいな話をしてるんですけど、そこで水月さんが来て、あ、ことこ。茶店なんてどうか。そうだね。ことこなら、さんも姿もぴったりだろうね。もう冷やかさないでよ。とにかく私は茶店を提案するわ。うえ、ことこの後ろだ、見たいな。さてどうしような。見たいに決まってんだろうがよ。プロ意見も出つく。はい、主人公のじゃ、喫茶店をやりこと、喫茶店で行きます。高校生活で最後の文化祭だ。頑張るぞ。まったく、私は茶店って言ったのに、なんでカレーとコーヒーなの？来たぞ文化祭。いや別にただの喫茶店じゃないか。今何回？いや別に。ちょっと、いいわよ。今光の声だ。ことこったらなんだかんだ言いつつしっかり手伝ってるよ。さ、行くわよ。え、俺も買い出し行くの？行くわよ。あ、はい。目が怖いぞ今の。くー、疲れたー。荷物全部俺に持たせるんだもんな。何よこれ。メモだね。どれどれ、カレーの仕込みよろしくねって、ひどいな。責任な連中。と言っても明日は文化祭だし、やるしかないか。俺やっとくから、ことこは帰っていいよ。何言ってるの。あなたがやったらどうなることか。不安で帰れ。そう言われてもな。どうしよう。私が作るから。おお、あなたはそこで。はあ、ことこのカレー、作るカレーだからきっとすごい味になるんだろうな。やっぱり激甘カレーかな。激甘ってどんなんだろう。できたわよ。鬼殺し。ちょっと試食して。あ、うん、もぐパク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 、うまい。ま、どう。いや、てっきり激甘だと思った。そんなことだろうと思ったわよ。ごめん、でもうまい、ほんとうまいよ。おかわりいい？はいはい、ちゃんと召し上がれ。うへー。
もぐもぐこの様子じゃ明日の開店前になくなっちゃうかもねそんな食えるわけねえよ。あーもうちょっと文章長く欲しかったな。あそこのところは今日は文化祭だ。さてクラスに急ごう。ちゃった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 。へえ結構変してるんだな。のんきでいいね。服すごいね。あなた見てると時々羨ましくなる。あら どうしたの。そういえばなんだか顔色悪いみたいだけど。うるさいわね。ちょっとあーちょっとわかるわ。体が拒否反応を起こしてくるな。それほどコーヒーが嫌いなのか。まあ心の中で呆れたでしょ。いやいやそのコーヒーの匂いはするしカレーは辛そう。自分が作ったカレーなの。おいコトカ気を失ってる。マジでヤバそうだ。とりあえず保健室に運ぼう。やばいな。あ気がついた。うぃー保健室だよ。まったく心配しちゃう。無理しなくてもよかったのに。でも私一人の都合でみんなに迷惑かけちゃう。あーやっぱいいね。これ11人公約とかね、そんなねバカなこと宣伝なんかやっぱこうやってね一人一人やった方が、ね、絶対よかったんだよ。よかったやってて。しょうがないよ、苦手なんだから。誰だって一つや二つ思い当たるよまあゆっくり休んでて、後で差し入れでも持ってくるから。悪いわね。だから悪くないって。あなたって憎たらしい。え？その妙に優しいとこ。こそこ。とうとう文化祭も終わったわね。ほっとしたというか、気が抜けちゃったというか。そうかもね。最高の文化祭だったし。火がとっても綺麗。見ていると不思議な気持ちよ。なんていうか、ん？うん。卒業までの限られた時間を大事に過ごしたいなって。そうだよな。高校はな、が高校部とか学校っていうのはね、本当にな、今だけしかないんだよ。そうだよね。何を言おうとしたかみたいだけど、あ、本当な、学校はな、その時だけなんだよな。時間ない時間ね、用紙がね120いるんだよ、あのクリスマスまでに。そして卒業までね、文化とね芸術がね150、200、150という感じでねいるからな。ちょっとな、用紙をちょっとやんないとな。あ、もしもし、どうしたの。植物園に行きたいんだけど。お、植物園、うん、いいよ。どう来ないと。やったぜ。まさか電話で誘ってくるなんてな。学校があるのに電話してくるなんて、ぐふ。今回は植物園に来てまーす。ていうか、あの誘われてまーす。といってもね、選択肢はね同じなんだよな、結構な。ずいぶんと気持ち悪い色した花ね。気持ち悪い色した花。なぜこんな。うわ、最高に鮮やかで綺麗だよね。意味が分からない。ただの突然変異だったりして。そう言っておけば問題は解決すると思っていない。あれ、上だったか、一番上だったか、ミスったな。じゃあ。けどね、あのコトコ編はね、もう一回ねやらないといけないからね。まあ、なんでかって言ったらな、エンディングが2つあるからだよ。今日はコトコちゃんの誕生日だぜ。あれ？どれがいいんが？どれがいいんが？わらび餅は、これ難しいな。これどれだ？どれだ？本当に全然わかんねえぞ、これ。本当にわかんねえぞ。全然わかんねえな。どれかな？髪飾りだめっちゃ調べた。めっちゃ調べたな。普通に調べちゃったよ。まあ、髪飾りでしょ、これは。普通に考えたら。まあ、普通に考えたら髪飾りですよ。変なブザーだな。私服？あそこの手どける手、手。ありがとう。そうだ、上がってよ。二人だけど誕生日会しましょう。マジで？あ、うん。あ、
開けてみてよ。あら、これ私前から欲しかったの。ありがとう。よかった、すごく喜んでみてた。これ指示ない、指示ないのマジかよ、指示ないんかい。はい、魔王です。ああ、いたいた。あなた、今日の宴席に呼ばれた？呼ばれたよ。じゃあ、お、いいね。あ、行こう。じゃあ、会場で待って。一緒に行かない？会場で待ってるからどういうこと？よし、行くか。と待てよ。琴子への贈り物持っていかないと。どれにしようかな。これすごいな、一番上。偽物って。上だろ。なんて読むか全然わかんないけど、小寺、小寺な。うえ、あ、もうことこ来てる。ごめんことこ。遅いわね。何やってん。ごめんごめん。それにしてもすごい人だね。なんで日本人のくせにクリスマスを祝うのかしらね。確かにな。そんなこと言われてもな。ここにいる俺だってそうだし、ことこだって。私は祝うつもりなんかな。ないんかい。やっぱり西洋文化は体に向くね。決めた。私やっぱり抜ける。抜けるの？そうなの？帰りは一人で大丈夫？送っていこうか？大丈夫よ。あなたも。でもそういうでも気になるな。一緒について一緒に帰れよ。さて帰るか。おい。それだけ？お、男なんでこんなとこにいるの？遅いじゃないの。いつまで待たせる？だって抜けるって。あなたに。贈り物渡すの忘れてたから。お前追いかけろよ、男ならよ。はい、これよ。大したものじゃ。ありがとう。さ、行くわよ。あ、お前渡した？落ち着いた。やっぱり日本の冬はこれよ。そうだね。ってなんで夜の部室に来るんだよ。素直に家に帰ればいいのに。あなたもうちまでついてきてくれるの？冗談よ。いや、そこでさ、二人でここで一緒に寝ようよ。はあ、よくわからんけど、まあいいや。あ、そうだ、ごめん忘れてた。これコトコに贈り物。忘れてるなよ。私に？絶対俺やったらこう、あ、やべえ忘れてたって絶対ならんだ。そうだよ、開けてみてよ。こんなん彼氏と彼女だろ。これはどうかな。あなたなかなかいいセンスしてる。おい、うん、似合ってるよ。おお、なるほどね。グラフィックが変わるんよね。グラフィックやね。 CG がね。二人なら捨てたもんじゃないわね。帰っちゃうのか。そこ主人公推しが弱いな。頑張れよもうちょっと。おいおい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。